さあ、福岡大学の陸上競技場にやってきました。こちらにですね、日本が世界に誇るトップアスリートがいらっしゃるということで、こちらの方です。九電工の新野智弘です。はい、新野選手、走り高跳びをしています。すごい選手なんですよね。早速ではありますけども、近々の成績みたいなところを伺っていいですか。7月に行われました世界陸上、はい、距離選手権大会で、はい、8位入賞しました。今までの日本の陸上界の歴史の中で、その種目においてはなかったこと、そうですね、初快挙、この分野における新しい扉をもこじ開けたと。そうですね、本当に世界陸上でテレビ中継もある中、はい、世界が注目する中でしっかり結果残して日本人初入賞することができたので、本当に良かったなと思います。そうですね、走り高跳びは何も道具を使わずに、もう自分の体でいかに高く跳ぶかっていうところが、はい、競技の魅力かなって思います、はい。助走を走ってきまして、はい、片足で踏み切って、はい、空中で頭を下ろして反るんですけど、まあ、その後に足をこう返してクリアランス動作を、だからただ単に高さがバーより上に行けばいいというだけの競技ではないんですよね。そうですね、だから体をこう反らせないといけない、はい、で頭を下ろした後に足をぶつけずにクリアする、はい、そこまでがもう一連動作になってくるので、一連の流れがもう跳躍の美しさに出てくるんだと思います。ちょっと待ってください、近くで見たらすごいですね。高跳びってこんな高いですか。冷静にこうやって隣に立ってみると、とってもじゃないと信じられないですね。何がどうなったらここ越えられるの、すごっ。でちょっとしたバレーボールのネットの高さぐらいありますよね。そうですね、本当に女子バレーボールぐらいの高さあると思います。ちょっと待って、じゃあもう世界のいわゆるそのトップレベルの選手というのは、女子バレーのネットを背面で越えてるってことですか。そうです、すごっ。ちなみに自己ベストは、今どれくらい。2m31 です。231で、これよりもさらに6センチぐらい高いですか。ちょっとした違いだけで本当に記録に何数センチ変わってくるので、本当繊細なところが重要になってきます。そっか、ものすごくダイナミックな競技ではあるけど、その実ものすごく繊細な競技なんだ。はい、だからこそ奥が深くて面白いと。そうですね。ちょっと下げます。下げますか。さすがにだってこれどう考えたって俺この下側をこうこれで終わりますよね。ここが、はい、ここが110センチです。110センチっていうのは記録としてはどうなんですか。まあ素人が、男子のハードルが107とかそのぐらいなので、ハードル飛べるぐらいだから。いや、男子のハイハードル、しのさん、さすがにこれは飛べますよ、僕も。さすがに飛べます。もうちょっと行きましょうか。次が10センチ上がるんで、はい、これは120です。120で行ってみます。抜かない。ちょっと待って、あ、でもほぼほぼ超えてましたね。あれこうしてたらいいのかな。多分そうです、そうです。こんぐらいだったら全然いけます。いきます。軽いし、なんだろう、こうふわっとしてる。まあそれもそうですよね。こんな、だから自己記録かしら、1メートル以上下なんで。下ですもんね。でもそんなに言っても同じ人間なのに、はい、こうも変わるんだ。だから技術プラス身体能力がどっちも合わさってないと、記録が残らない。そうですね、プラスメンタル、はい。さあ、それではスゴ技ということなんですけども、ちなみに今のシーズンってどういうシーズンなんですかね。
シーズンが終わってオフシーズンになるので、冬季練習といってウェイトトレーニングが走り込みが多くなる時期ですね。だから今の時期というのはがっつり高さを求めている時期ではないと。そうですね、高い高さの跳躍はあまりしないですね、はい、そんな中ではありますけれども、今のこの時期にできる範囲で凄技というのを見せていただいてもよろしいでしょうか。そう、自分の身長ぐらいの180センチぐらいを180って高いっていいですか、見せていただいて、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。それでは真野選手の凄技です。ですね、ちょっとこちらの方にすっごい、あ、本当にだからこうジャンプというよりこう飛び立つっていう感じですね。そうですね、なんかこう水鳥が水面からふわっと飛び上がるようなイメージ、すっごい、あの優雅なんですね。そうですね、うん、はい、あの跳躍をして空中にいるその姿が美しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗、止まっているというかこう滞空時間がね、はい、すごく長く感じますね。本当ですか。うわ、もうあの言い方悪いですか、本当人間離れしてますよ、はい、ではなんでこんな凄技ができるのか、次回詳しくお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。再現性を高めるっていうことで、まあ、常日頃からいい記録を残せるようにってことを大切にしてたので、世界選手権でもそれが出て、まあ、いい記録が残せたっていうところかなと思います。世界陸上でも、もう国内の試合と思ってと言いますか、周りに流されずにっていうところですかね。本当に、まあ、世界陸上を特別視せずに、その試合に臨むと言いますか、まあ、そういったところを意識してやった結果が、まあ、今回の結果だったのかなと。すごい技は全国で世界で活躍する福岡ゆかりのアスリートを応援する YouTube 番組です。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録お願いします。